ちょっと使ってみたい。ちょっと気になってた。これ欲しい。え、これいいじゃん。これ買ってこうかな。こんにちは、おーちゃんです。今回は 3COINS イオンモール岡山店さんのご協力のもと、お買い物風景を撮影させていただきました。私が気になった商品についてご紹介しているので、お買い物するつもりで見ていってください。それではスタート。これ最近そうだね、2週間に1回変わるって。ここがガラダンスキーの こういうフォントめっちゃ惹かれる。欲しいものいっぱいある。なんか買いに来る。でもね、我慢したよ、その日のために。これが何だと思った。このマグカップ、ちょっとなんかインスタとかでよく。すごい売れてますが、売れてるんだって、本当に。売りたいものじゃなくて、売れてるやつですね、これが。だからマスクは買って帰ろうかな。売れてますね。これ使いやすいよって店員さんが言ってて。で、これは買ってこうと思った。ここら辺も最近だよね。They get me sometimes, drag out from the sky. 洋服収納トレーダー。このさ、段々になってるやつじゃない？ニコモニレンじゃないの？ほら、ここってなってる。これこれこれ。これに多分こういうことだって。こういうの好きそうじゃない？バンドと。それいいじゃん、115個で仕事するときいいじゃん。ここはめっちゃ種類ある。いつもそう、種類がないの。これかわいい。中にこういうなんていうのかな、縦ストライプにめっちゃ惹かれる。これは服だけ、あれでしょ、ケーラーでしょ。わかる。でもなんとなくわかる。が可愛い。全部これ持ってなかったっけ。これ欲しい。これ使ってみたい。家にあるさ、パチッと合わせて使えるから。あとでもほら、こういうピリカブテーブルっていうのがあるんじゃない、どっかに。なんだっけ、テラドデザイン好きな女子。あー、なるほど。使ってみたい編。これちょっと使ってみたい。耐熱なのかな、これ。あ、でも耐熱だよ。あ、ほら、食器洗浄機、食器を乾燥機が使えますって書いてるよ、本体のみね。これ多分上バンブーだから使えますよ。これいいよ、韓国インテリアとか。これ欲しいですね、あとね。これインスタとかでいい。ビストロヌード。この地味に多分使いやすいよ。色味が多分ない。逆にいいんじゃない。結局ちっちゃいハイハブとってやりたいとかあるから。これ本当にいいよね、こういうタイプね。熱くならない、結露しにくい。
これ絶対買ってく。これ欲しい。これ絶対買ってく。あとさ、これ最近別で買っちゃったけど、これ絶対いいと思うんだよね。多機能ピーラー、これさ、千切り、皮むき、ネット全部で、ほら、皮むきだけじゃなくて、あのほら、なんだっけ、よくさ、ツマみたいなのあるじゃん、そう、サラダ。細かくできるやつ。これがわーってさ、人参とか大根とかあるだけでサラダできるじゃん。これ絶対いいと思う。私別で最近買っちゃったけど、これこのまま痛いね。ここはさ、ヘリがこう立ち上がってるから、ミニサイズなんて2個入りよ。混ぜためっちゃあるね。これはこれ私あんまり使ったことないけど、私もなくても揚げ物ガンガンする人だから。強く見るよな、ハンディーチョッパー。パッと見る。あ、いいね、これいいね、いいね、これいい、これ直す、開けたか、これさ、これで500円って買えるのすごくない？めっちゃ入ってる。17種セット、これ欲しいよ。ザル付き保存用、野菜とか切っといてさ、結構カペって出してさ、お皿に持って、後でトマトとかブロッコリーとか。これいいじゃん、これかわいい。しかも大きいのとちっちゃいの、大きいの500円、ちっちゃいの300円。これも気になる。これいいね、シリコンラップ。でも使う、洗うの大変。わかる、わかる。これが欲しい。ずっとこれね、来るたびにいつもこれを買おうか迷っている。家で一人で食べるじゃん、子供のお弁当食。朝さ、自分の分と一緒、子供の分と一緒に自分の分作っときゃいいんかなっていつも思うんだけど、僕さ、なんかそれも面倒くさくてさ、作らんけど、そういうことしたらちょっと気が楽になるな。これであれでしょ、コーヒーとかなんでしょ。めっちゃいい匂いする。そこで買うならこれもセットに欲しい。デザイン的に可愛くない？めっちゃサイズぴったりだった。今までさ、竹のやつを使ってたの、買ったんだけどサイズが合わなかった。横に使ってたんだけど、もうデッドスペースが多すぎて変えたらこれがまあビタってはまったの。今これを愛用して、あ、出た、3枚。でもこのワッフルの方が良かったかな。新クラスはさ、何個あってもいいよね。あとさ、紹介し忘れたけどさ、これなんかどっかで見たことある感じでしょ。でもさ、なんかお得な感じだからこっちでいいかなっていう。あとこれも買った。さあ、もう一発でパーって開いたらさ、これで終わりなんだ。めちゃ簡単。なぜか1日に鍋敷き2つ買った。こんなんさ、今つけてるのと同じような感じだ。これとか可愛い。こういうのもつけてみたい。あ、これ可愛い。買ってみようかな。どっち白かグレー。でもこういうのもさ、意外とこっちの方が使うじゃん。止まんない。あ、これいいじゃん。これでもさ、別にさ、3歳以上だけど絶対喜ぶよ。サンドイッチセット。え、これいいじゃん。これ買ってこうかな。これ買ってこうかな。私これ買います。すごいよ。なんかすごい充実してて、厳しい。もうちょっと暖かくなった。これいいね。これかわいい。なんかさ、すごい可愛いの出てきた。買ってみたいなと思う。
とたくさん見たいものがありましたが、この日はここで時間切れ。スリーコインズさんはイベントものも毎回注目ですよね。1年に1度しか使わないアイテムって購入するハードルが上がってしまうものですが、お手軽な価格で手に入るので試してみようという気になります。ひな祭りグッズも撮影の後登場していて、そちらも可愛かったです。スリーコインズでのお買い物いかがだったでしょうか。実際買ったものも多々あるので、それは改めてお家で使っている風景と合わせてご紹介できたらなと思ってます。今回の動画楽しかったよって思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。